ビムセンタパビムセンタパは、ネパール王国の首相。マートバルシンハタパは、おい。ジャンガバハドゥルラナは、おいにあたる。首相人気は次の通り。1806年4月から1837年、ホーラナバハドゥルシャハが、パタンで統治を始めたとき、ダモダールパンデや、キルティマンシンハバスネットラは王を報じ、首都をヌワコートに移した。法王は軍をヌワコートに向かたが、 軍は王やダモダルらについたため、1800年に、法王は、ビム戦をはじめとする重心らと共に、バーラーなしへ赴いた。1804年、ビム戦は、法王を助力し、法王は、ビム戦と共に密かにカトマンズに戻った。ダモダルはその後捕らえられ、その支持者と共に処刑された。法王の新しい王妃は、タッパケから迎えられた。1804年、 ラナバハドゥルは、パルパの制圧なくしては、ネパール全土を統一できないので、そこで、失勢ビムセンタパと一計を案じ、パルパ王をネパールに招き、そのまま投獄した。その後、ビムセンに引きられた軍が難なく、パルパを制圧した。1806年、ラナバハドゥルが暗殺されると、ギルバン・ユッタ・ビクラムシャ派の下で失権に任じられた。1816年、 ギルバン・ユッダが死亡し、息子ラジェンドラ・ウィクラム・シャファが即位すると、ゴラ・ナバ・ハドゥルの王妃で、タバヤ出身のラリト・トリプル・スンダリー・デビーが摂生となった。これにより、ビム戦は全権を掌握し、様々な改革を行った。だが、1833年に摂生が死ぬと、その力に、陰りが見え始めてきた。加えて、ラジェンドラ王の第一世紀サムラージャ、 ラクシミーデビーが敵対してきたことや、失脚したパンデ一族が復権してきたことで、その地位は危うくなった。1837年、ビムセンは、ラジェンドラ王の息子、デベンドラ王子暗殺の罪を着せられ投獄された。その後、ダモダルの息子、ラナジャンガ・パンデが、失権職に就いた。1838年8月5日、ビムセンは、獄中で自殺した。 その遺体は切り刻まれ、道にばらまかれて、犬や鳥などの餌になったと伝えられている。ありがとうございます。